皆さんこんこにちは今回は日本の野球界だけでなくメジャーリーグでも輝かしい成績を残した元プロ野球選手松坂大輔さんについてお話しします松坂大輔さんといえば平成の怪物の異名を持ち引退するまで野球界で注目され続けた伝説的な選手です横浜高校時代から大活躍し春夏の甲子園を2連覇した後 プロ野球選手として日本とメジャーリーグで大きな功績を残しました日本人の30代以上で松坂大輔さんを知らない人はいないと言っても過言ではないでしょうしかしそんな松坂大輔さんの私生活特に奥様との関係について気になる噂が絶えません奥様の柴田智代さんとの間で別居が続いているという噂や離婚寸前とも言われる状況などさまざまな憶測が飛び交っています 今回は松坂大輔さんと柴田智代さんの結婚生活について詳しく見ていきたいと思いますまず柴田智代さんについて少し紹介しましょう彼女は元日本テレビのアナウンサーで現在はフリーのアナウンサーとして活動しています慶應義塾大学法学部政治学科を卒業した才女で美人アナウンサーとして多くの男性ファンを持っていましたさらに料理の腕前も素晴らしく 本を出版すす。るほどの腕前だそうです松坂さんがここまで長くプロ生活を続けられたのも柴田さんの料理のおかげかもしれません松坂大輔さんと柴田智代さんの出会いは松坂さんがドラフトで指名され春キャンプが行われる前でした当時日本テレビのアナウンサーだった柴田さんが仕事で松坂さんにインタビューしたのがきっかけですこの時松坂さんはまだ18歳柴田さんは24歳でした 松坂さんは柴田さんに一目ぼれし何度か食事を共にする中でこの人しかいないと思うようになったそうです取材から約1年後の2000年春から2人は交際を始めましたプロ2年目の松坂さんは重大ながら開幕投手に選ばれシーズンを通して14勝と最多勝を獲得する素晴らしい成績を残しますしかし無免許運転なども報じられ 全てが順風満帆というわけでではありませんでしたそんな中松坂さんを陰で支え続けたのが柴田さんでした2001年に松坂さんがプロポーズを申し出たところ柴田さんは即答を避け「アテネ五輪の2004年まで交際が続いていたら一緒になると松坂さんの成長を見守る姿勢を示しましたこれは松坂さんに一人の男性として成長することを求めた条件だったと言えるでしょうそして 交際から4年後の2004年12月、2人は結婚を発表しました。結婚時、松坂さんは24歳、柴田さんは30歳でした。2人の挙式は静岡県の三島大社で行われました。この神社はパワースポットとしても有名で、商売繁盛や不動産に関する祈願で多くの人が訪れる場所です。結婚式の直前まで、柴田さんは日本テレビのアナウンサーとして、 松坂さんは西武ライオンズの選手として、それぞれの仕事に全力を尽くしていました。松坂さんは西武ライオンズで12年ぶりの日本一を達成し、2人ともしっかりと自身の役割を果たした上での結婚式となりました。しかし、結婚後の2人の生活には波乱がありました。2012年12月に松坂さんがメジャーリーグから福岡ソフトバンクホークスに入団し、日本に復帰した際、 柴田さんとお子さんたちはボストンに残りましたこの別居状態は実は2013年のクリーブランド時代から始まっており10年以上続いていたことになりますなぜこれほど長期にわたる別居生活を続けていたのでしょうかその理由は子供の教育を優先するためだったとされています野球選手の移籍に伴う頻繁な引っ越しや環境の変化が子供たちにストレスを与えることを考慮し 一つの場所に留まることを選んだようですしかしこの選択は世間からの批判を招くことになりました柴田さんの評判が悪いとするまとめサイトが存在し主に3つの理由が挙げられていました1つ目は柴田さんが浪費家だという指摘です2つ目は松坂さんの稼いだお金を使い込んでいるという批判です現在柴田さんが住んでいるボストンの高級マンションは月額400万円もするそうですまた 子供たちの教育に熱心でセレブ御用達の学校に通わせたりクラシックバレーや体操教室フィギュアスケートなど様々な習い事をさせているとも言われています3つ目の批判は松坂さんの体調管理をしていないというものです現役後半の松坂さんの体型変化が目立ちこれが旦那の体調管理もできずにお金だけ使う嫁という最悪の評判に繋がったようですしかし これらの批判とは裏腹に、松坂さんは引退時に奥様や子供たちへの深い感謝の言葉を述べています。一言で感謝といえば簡単ですけど、簡単なものではなかった、いい思いもさせてあげられたかもしれないけど、家族は家族なりに我慢というかストレスもあったと思いますし、本当に長い間我慢してもらったと思います、と語っています。また柴田ささんんも松坂さんの引退に際して 長い間「お疲れ様でした」という言葉をかけたそうですこの言葉には長年にわたる夫の野球人生を支え続けた妻の思いが込められているのではないでしょうか実際柴田さんは松坂さんがレッドソックスで活躍していた時代栄養バランスを考えた10から20品目もの料理を作り子育てや家事も全て一人でこなしていたそうです別居後も松坂さんの健康を考えて食事のアドバイスをしたり 子供のことについてオンラインでコミュニケーションを取り続けていました。松坂さんと柴田さんの間には3人の子供、娘2人と息子1人がいます。長女は2005年12月に日本で誕生し、長男は2008年に、次女は2010年3月18日にそれぞれボストンで生まれています。現在、松坂さんは引退後、別居を解消してボストンで家族と再会し、子育てに奮闘中だと伝えられています。 自身の YouTube チャンネルで2024年の抱負としてボストンに帰ります自宅ジムが完成したので息子とトレーニングしたいと語っており家族との絆を大切にしている様子がうかがえます別居中も話すことを大切にし子供たちの様子や学校生活友達のことなどを通話やビデオで共有し続けていたという松坂さん批判の声もあった柴田さんですが実際には夫婦で協力し 互いいをを思いやりながら家族を支え合ってきたようですこのように松坂大輔さんと柴田智代さんの物語は世間の噂や批判とは異なる側面を持っています長期の別居やさまざまな困難を乗り越え今も強い絆で結ばれた家族の姿があるのです彼らの関係はプロスポーツ選手の家族が直面する独特の課題とそれを乗り越えるための努力を示す恒例と言えるかもしれません。 松坂さんの野球人生を振り返ると高校時代の甲子園での活躍プロ入りしてからの輝かしい成績メジャーリーグでの挑戦と成功そして日本に戻ってからの苦難の時期などさまざまな局面がありましたそのすべてを通じて柴田さんは松坂さんの背中を押し続けてきたのです確かに高額な生活費や子どもの教育費など批判の的となる点もありましたししかし それは松坂さんの野球キャリアを支え子どもたちにより良い教育環境を与えるための選択だったとも言えるでしょうプロスポーツ選手の妻として柴田さんは常に家族全体のことを考え最善の選択を模索してきたのではないでしょうか松坂さんが引退後ボストンの自宅で息子とトレーニングをしたいと語っていることからも家族との時間を大切にしようとする姿勢が伝わってきますこれまで野球に捧げてきた時間の一部を これからは家族ののために使おううとししているのでしょう野球選手としての松坂大輔さんは多くのファンに感動と勇気を与えてきましたそして今一人の夫として父親として新たな人生のステージに立とうとしていますその背後には常に柴田智代さんという強い味方がいたのです彼らの物語はキャリアと家族のバランスを取ることの難しさ そしてそれを乗り越えるための努力と愛情の大切さを教えてくれています世間の批判や噂に惑わされることなく互いを信じ支え合う夫婦の姿に私たちも学ぶべき点があるのではないでしょうか皆さんはこの松坂大輔さん夫妻の物語をどう感じましたかプロスポーツ選手の家族が直面する課題や長距離恋愛を乗り越えるための工夫など考えさせられる点も多いのではないでしょうか この動画の感想や今後取り上げてほしいトピックがありましたら、ぜひコメント欄でお聞かせください。そして、もしこの動画が参考になったと思われましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。